皆さんこんにちは、今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。いよいよ Amazon の年末のビッグセール、ブラックフライデーがスタートしました。皆さんもうすでに何か買われましたでしょうか？私は今がちょっと11月27日土曜日の夜10時なんですけど、やっといろいろ昨日今日とバタバタしていたのが落ち着いて、物色をし始めたところです。で、今回もちょっと見てたんですけど、ほんといろいろと私も自分がお気に入りでずっと愛用してるものとかがかなり安くなってたりもするので、今日の動画では私が愛用してるもので、今回のブラックフライデーでおすすめのものっていうのをメインにご紹介して、後半では今実際買おうかどうか迷っているものとかをご紹介していけたらなというふうに思います。で、今日はちょっと場所がいつもと違うと思うんですけど、今実家の方に帰省をしていまして、場所もこれ妹の部屋なんですけど、あとカメラとかマイクもちょっといつもと違うので聞き取りづらい部分とかもあるかもしれないんですけど、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは動画スタート。まず今年の2021年のブラックフライデーは11月26日金曜日から12月2日木曜日の23時59分までのセールになります。で、セールは大きく3つに分けられるんですけど、1つ目が特選のタイムセールですね。いろんなものが数量の制限なしで安くなるタイプで、2つ目が数量限定セールで、最大12時間で数量の限定でいろいろと売れ筋の商品が安くなるタイプで、あとは今回ビッグサプライズセールっていうのも登場していて、ここが毎日カテゴリーが変わります。で、各日付でのセールになる対象のカテゴリーはこんな感じです。はい、すでに26日で Amazon デバイス系がちょっと終わってしまってたりとか、今日はお酒とか健康食品の日だったんですけど、あとは29日の月曜日がパソコンとかゲーミング用品が多かったりするので、もしガジェットお好きな方は月曜日が狙い目かもしれないです。はい、で、商品を購入する前にやっておいた方がいいのが、いつものこのポイントアップキャンペーンへのエントリーですね。まずプライム会員になっていると 2% ついて、で、あとはブラックフライデー中のお買い物はぜひスマホの方のアプリでやっていただくのがおすすめです。スマホのアプリで購入するとさらに 3% で、あとは Amazon マスターカードで購入すると 1% のポイントがつくっていう感じです。この Amazon のページのキャンペーンにエントリーをするのところを押していただければ、はい、こんな感じでキャンペーンにエントリー済みになります。これはぜひ忘れないでやっておきましょう。それでは早速、私が愛用しているアイテムで今回安くなっているものをご紹介していきたいと思います。まずおすすめの一つ目は AirPods Pro ですね。 AirPods Pro は定価が多分税込みで 3,580 円なんですけど、それが今セールで 27,384 円になってます。これ特選タイムセールなので、まだあと5日チャンスがあります。もう私はお仕事の時はもうこの AirPods Pro をですね、すごい愛用していて、やっぱりカフェとかでいろいろ仕事したりする時もこのノイズキャンセルが本当に最高で、自分一人の時間をこうちょっとざわざわした中とかでも作り上げることができるのと、MacBook を使ったり iPad を使ったり、あとは iPhone 使う時の切り替えっていうのがやっぱりすごく楽なので、 AirPods Pro は本当に手放せない愛用品なので、ぜひチェックしてみていただけたらなと思います。同じくイヤホン関連なんですけど、私がもう長く愛用しているこちらのアフターショックスのエアロペクスですね。これ何回か動画でもご紹介してるんですけど、これも今回特選タイムセールで安くなってます。これが、19,998 円のが6,000 円も安くなってて 13,998 円で手に入れることができます。はい、これは本当にまたご紹介している動画ぜひ見ていただけたらなと思うんですけど、この骨を振動させて音を伝えてくれるので、耳を塞がないっていうので、テレワーク中とかにウェブ会議が続く時とかでも全然この耳が痛くならないで、すごく軽いなので、運動とかする時に使われている方も多いみたいなんですけど、このテレワークでウェブ会議が多い方にはすごくおすすめです。6,000 円って結構安いと思うので、ぜひチェックしてみていただけたらなと思います。
続いてがこちらのボヤタのノートパソコンスタンドですね。これも私はテレワークになってから、そのパソコンのやっぱり位置が低いと肩が丸まってしまうので、目線上げたいなと思って購入して、すごく気に入って長く使っているアイテムです。これが5200円のものが 31% オフで、今3650円でタイム特選タイムセール中です。これは本当に何が気に入ってるかっていうと、デザインが結構シンプルなんですよね。このステンレスの色味とか、で私はシルバー使ってるんですけど、色の展開も今豊富で、こうピンクっぽい色とか、あとブラックとかもあったりして、デスクの雰囲気に合わせて選んでいただくのがおすすめです。でこれとにかくシンプルなのに頑丈なんですよね。なのでもうちょっと角度変えたりするのもちょっと力いるぐらいなので、全然びくともしないので、それがすごい気に入っているポイントです。もしノートパソコンスタンドお探し中の方いらっしゃれば、ぜひこの機会に試してみてください。はい、あとはですね、また Kindle 系もどれも安くなってますね。一番割引率高いのだとこれですね、 Kindle のこれはどのタイプなんだろう、8ギガの Wi-Fi タイプで、これだと45% なので、だいぶ半額ぐらいの安さになってますね。 Kindle は私はこのオアシスを使ってるんですけど、オアシスも 34,980 円のものが 27,980 円になってます。オアシスは本当にとにかく薄くて小さいんですよ。なのでカバンの中に入れて持ち歩きやすいっていうのもあるし、あとお風呂の中でも使えるんですよね。私はお風呂の中の時間で10分は本を読むようにはしているので、防水で使えるっていうのもすごくおすすめです。これは7000円って結構安いと思うので、ぜひチェックしてみてください。で続いてが、私が家をスマートホーム化するためにいろいろ取り入れてるスイッチボット関連もどれも安くなってます。こんな感じで、で特にやっぱり今の季節でおすすめなのが、はい、このスイッチボットの加湿器、以前にショート動画でもご紹介してるんですけど、これが5480円のものが 25% オフで4110円で今だったら手に入れることができます。これがちょっと他の湿度計とかと組み合わせたりすると、その自分で決めた湿度を、下回ったらこの加湿器が勝手に動くみたいな仕組みになっているし、あとは大容量っていうのもあるし、アロマも入れられたりとか、あと結構大きめなのでそんなにこまめに給水しなくてもいいっていうのもすごく使いやすくて、私は今の季節すごく重宝しているアイテムです。あとはスイッチボット関連で言うと、やっぱり私が今取り入れててすごい便利なのがスイッチボットボットなんですよ。でスイッチボットボットも今タイムセールで3980円のが 25% オフで2990円になってるんですね。これは私の場合だとリビングの電気を消すのに使っていて、毎日リビングの一番小さい電気だけつけっぱなしにしているんですけど、最後寝るときベッドに入ってから完全に寝るモードになってから、アレクサに声をかけて電気を消してもらうっていうのが本当に便利ですね。立ち上がらなくて良くなったので、このスイッチボットボットも安くなっている機会にぜひ試してみていただきたいと思う商品です。はい、続いてがこちらの以前にも動画でご紹介しているモバイルバッテリーですね。これが4980円のが 30% オフで3486円になってました。これプライム会員の価格ではあるんですけど、このモバイルバッテリーは本当購入してからかなり重宝していて、っていうのがまずこのサイズ感がすごい小さいんですよね。なので小さいカバーの時にもスッと入れて持ち運びできるし、ガジェットポーチの時にも中でもかさばらないんですよ。でしかもアップルウォッチをここに置いて充電もできるし、裏にライトニングケーブルが入っててスマホの充電もできるっていう一石二鳥で、でしかも 9000mAh なので、スマホだったら2回分ぐらいとか、アプローチだったら20回分ぐらいとか、はい、
充電できるので、これ本当におすすめです。あとはこれも前に動画でご紹介したんですけど、このスマホホルダー、これも元々がまあそんなに高くない1494円なんですけど、20% オフで1195円になってました。これこんなに薄いのにこうやって組み立てて角度をつけて、でスマホのスタンドにできるっていうやつですね。これは結構あの皆さん紹介した後に買ってくださった方も多かったみたいなので、もし気になって買った方いればぜひこれを機にチェックしてみてください。あとはこれ、この間紹介した iPad にあのペーパーライクフィルムですね、 iPad に貼って紙に書いてるような感覚で書ける、しかも着脱できるから必要ない時は剥がしておけるっていうようなご紹介をしたアイテムなんですけど、これも 10% オフでちょっとだけ安く手に入れることができます。2331円なので、もし気になってた方いたらぜひこれを機に使ってみてください。あとはこれも以前に動画でご紹介したんですけど、スマートマットライトですね。この板の上にそのアイテムを載せておけば、残量が少なくなったら勝手に Amazon で自動注文してくれるっていうアイテムなんですけど、これなんと定価が2980円のが 65% オフで1043円で手に入れることができます。私もこれ本当に今お水とかトイレットペーパーとか、あと野菜ジュースとか洗剤みたいなので使ってて、とにかくやっぱり便利ですね。わざわざ自分で Amazon 開いて購入するっていう手間がなくなって、なくなったって思って、少なくなってきてるなって思ったら勝手に毎回届くので、すっごく便利でおすすめです。あとはこちらのポップインアラジン2ですね。これ99,800 円のが 16%、 1万6,000 円も安くなってて 83,800 円。このポップインアラジン2はその電気の照明と、あとそこにプロジェクターも搭載されてて、そこにスピーカーも搭載されててっていうものなので、本当に映画とかドラマとかを見て大画面で映画館みたいに楽しむことができるし、映画とかドラマ見ない時もちょっと時間を大きく映してたり、いろんな壁紙とか映像があったりするので愛用していますね。あとちょっとキッチン用品で言うと、これも前に買ってよかったもので紹介したんですけど、このハンディブレンダーですね。これも今特選タイムセールで、通常 13,000 円のものが1万円ぐらいで手に入れることができます。これこのツビリングっていうところのが私使ってるものなんですけど、他にもハンディブレンダーはいろいろ今回のセールで安くなっていたので、ぜひ見てみてください。前にご紹介したように、朝にプロテインと豆乳とバナナをシェイクして飲むっていうのに一時期ハマってて、でその時にミキサーよりもお掃除とかがしやすかったり、収納場所にも困らないっていうので、このハンディブレンダーを購入したんですけど、これ本当に便利ですね。これからダイエットを頑張ろうかなと思っているので、ちょっと朝のスムージー生活もちょっと復活して使っていきたいなと思います。それからこれも一度ご紹介したことがあるんですけど、ご紹介しているものばっかりなんですけど、この缶ビールホルダー見た方覚えていらっしゃいますでしょうか。上に缶ビール入れたら下から次のが出てくるみたいな感じで、これあの冷蔵庫の中ですごく便利で今も愛用してるんですけど、これも2200円のが 38% オフで1355円になってたので、はい、もし気になってた方いらっしゃったらぜひこれを機に見てみてください。あとは日用品で言うと柔軟剤ですね。皆さん柔軟剤何使ってますか？私はこのフレアフレグランスの柔軟剤のイロカネイキッドリリーの香りっていうのがすっごい気に入ってて、もうこれかなり長く使ってるんですよ。でこれの詰め替え用のものが968円、定価のが 42% オフで560円で手に入れることができるみたいです。これ私ももうなんか5個ぐらいストック買っておこうかなと思っています。これ本当にいい匂いになって、ちょっと上品なあのいい女の香りがする気がするのでおすすめです。あと美容関連で言うと、今もつけてて、これよく本当につけてる時に何のリップ使ってるんですかって言われるんですけど、このロム&のジューシーラスティング リップティントですね。これが通常だと1200円ぐらいのものが899円ですね。少し
25% 安くなってて手に入れることができます。これ本当に色づきもすごい綺麗だし、全然色落ちしないし、うるっとして見えるのでおすすめです。私はパーソナルカラーウィンターなので、この12番のチェリーボンっていう色を使っています。よかったらチェックしてみてください。で、あと美容系で言うと、前回いろいろトラブルがあったけれども、ヤーマンのメディリフトアクアですね。これまた5万5000円のが1万6500円オフで3万8500円になっています。これは今私毎晩使ってるんですけど、ほんとこの辺がピリピリして、こうすごく表情筋が鍛えられてるなっていうのが分かる美顔器で、まだ目に見て分かるぐらい小顔にはなってないんですけど、少しずつ効果は出てきてるんじゃないかなと思っています。これまたちょっとね、結果が出たら比較してみたいなとも思ってるんですけど、ぜひそのリフトアップしたいという方とか、このメディリフト気になってる方はぜひぜひ使ってみてください。はい、という感じで、以上私が持ってるものの中でのおすすめ品をご紹介しました。で、あと私が今これから買おうかなって思ってるものは、紹介しようと思ってたんですけど、ちょっと時間が足りなくなってしまったので、またもし撮れたら別の動画でご紹介するか、あとは届いたものをまた動画にしてはご紹介したいなと思っているので、楽しみにしていただけると嬉しいです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。Bye-bye. Looks like you're changing and all. But why didn't you call?